ラメモールとデコシールで作る超簡単なクリスマスツリーです。正三角形の台紙にたっぷりと水のりをつけます。その上に細かく切ったお花紙をパラパラと散らし、隙間なく貼り付けていきます。茶色の画用紙を四角く切って、一番下に貼り付けたら、木の出来上がりです。キラキラモールで飾り付けていきましょう。モールを上の方に当てて、1センチぐらい折り曲げます。そこをホッチキスで留めます。裏側からセロテープで留めても構いません。折り曲げてまた底をホッチキスで留めます。これも長めに折り曲げて裏でセロテープで留めても構いません。モールの長さが足りないときにはねじってつなげましょう。余った部分は切って裏に折り曲げてここも留めておきます。もう一本さっきとは逆方向から同じように交差させながらモールをつけていきます。モールの飾り付けができたらデコシールを貼っていきましょう。全体のバランスを見ながらペタペタ貼っていくだけで可愛い飾り付けができます。最後に金色の星を貼ってクリスマスツリーの出来上がりです。お好きなラメモールやデコシールで自分だけのツリーを作って楽しんでみてください。